例えばですよ、太田プロさんに、問い合わせするわけですよ。で、アドバイスもらうわけですね。せっかくフリー芸人なんで、せっかくフリーなんでね、自由に活動すればいいんじゃないですかっていうのを。確かにそうだなとは。フリーに活動するって何だろうと思って、ずっと考えてるんですけどね、今日一日っていうか2日ぐらい。こう YouTube とか TikTok とか、そういうことを、そういうことじゃないのかな。何なんだろうね。なんだろうね、自由に活動するって何なんだろう。じゃあそもそもだって所属はほら養成所とかの人しかこう、登竜門ってどこもほとんどないですけど、何なんですかね、フリーでも実績がある人だけでしょ？もう準決勝レベルの人しか所属できないというよりかは、それでもできないですからね。向こうからですからね。事務所さんの方から言ってもらえて、スカウトが来て初めて所属ができるわけで、準決勝まで出ましたとか、そういうので所属できるわけではないですよね。所属って何なんだろうね。自由に活動するって何なんだろう。フリー芸人って何なんだろう。ネタを作り込むって何なんだろうね。作り込まないって何なんだろうね。何なんだろうね。